午前7時過ぎ、日が昇り始めました。体力には自信がありませんでしたが、どうにか登れましたよ。そして美しい景色が目の前に。朝日に照らされた島々が姿を現します。そしてこちらも絶景スポットです。見てください、この山の形。そして3つのビーチを同時に見ることができるんです。この3つのビーチそれぞれ色が違うんです。黒色、ピンク、そして白、サンゴと、あと周りの岩やいろんな生態系によってそれぞれの湾でビーチ3つとも色が違うということなんです。一度に見られるってすごいですよね。この中で一番気になっていたピンクビーチへ向かいます。見てください、あれだけ砂浜、ほら白と赤の砂、これがサンゴなんだそうです。赤とその白色が混ざってピンク、名前がピンクビーチになってるんですって。確かに見えますね。ビーチに打ち上げられているのはサンゴのかけら。そして楽しみにしていたのがシュノーケリングです。いろんな魚がいてサンゴも綺麗でした。船に泊まりながら島巡りをするシーサファリクルーズ、シーズンによって値段や内容が変わります。日本語のホームページもありますよ。さあ今夜宿泊するアヤナコモドリゾートに到着しました。エントランスも立派なんですが、こちら見てください、素晴らしいオーシャンビューです。この景色に迎えられるって最高ですね。綺麗、ハネムーンできたかったです。去年9月にフローレス島にできたばかりのリゾートホテル、アヤナコモドリゾート。スタンダードからデラックス、スイートルームまで合わせて205部屋あり、すべてがオーシャンビューなんです。プールは3つあり、最高の景色を楽しめます。こちらがスイートルームです。お、目の前はやっぱりオーシャンビューです。部屋もベッドも広いですね。見てください、コモドドラゴンがお出迎えしてくれます。名前も書いてありますね。内装、景色、とにかくゴージャスなリゾート気分が味わえる大人気のリゾートホテルです。この日の夜は地元のレストランに案内してもらいました。ここで問題。さあ、インドネシアの定番料理が出てきました。これは何でしょう。皆さん分かりますよね。そう、ナシゴレンです。ちなみにナシはご飯、ゴレンは炒める、揚げる、ご飯炒めということですね。うん、美味しいです。ご飯の味付けが日本で食べたことのあるナシゴレンとはちょっと違って、スパイスが効いています。そんな強い癖もなくて、味もしっかりついてるし。次はイカンクアアサム、魚スープ、酸っぱい酸っぱい魚のスープです。